はい、こんにちは。ユニオンメイドの里目です。以前紹介したこともある M65 のフィールドジャケットです。これはね、アルファのさっき言ってたアメリカ製の最後のやつですね。本物っていう、そのリアルなミリタリーの本物ではないです。民生品ですが、ここのところは僕、正直ミリタリーマニアというかマニアックな部分とも弱いんですけど、アメリカ製のものが好きだということで、これをこよなく愛しておりますね。好きで着ております。はい、このね、素材も好きだし、撥水性もあって防寒性も高められる、こんな素晴らしい M65 のジャケットについて、ご紹介をまたさせていただきます。はい、これさっきもグリーンの画像から編集でパッパッと変わったかと思うんですけど、またグリーン着てるんですけど、同じように見えて、これのがより古いんですね。先日ね、ちょっと何度の片付けをしたら出てきたんですよ。これアルファの製品、民生品と違うのは、ジッパーアルミです、ね、ブラスじゃなくてアルミですね。こんなのは持ってまして、この家に何着あるのか、普段着てないのもあるんですけど、こんなのも出てきました。これを出てきて改めて見たら、もう一回紹介しようかなっていう気持ちになったんで、今回撮るのに至ってるんですけど、グリーンがね、やっぱね、王道でかっこいいんですけどね。ただ若くないんで、おじさんがこれ着るとちょっとやばいおじさんなのかなっていう姿にも見えかねないんで、グリーンはたまにしか最近正直着てないっていうのが現実ではあります。でもこれが一番アメリカらしくて好きですかね。はい、それでこれがネイビーブルー、ネイビーです。色が落ち着いてるんで結構冬場よく着てます。内側にね、あったかいライナーつけて着てますね。結構登場するっていうか、色合いも好きなんでよく着てるネイビーブルーです。はい、そしてこれはブラック、迫力のブラックですね。これもなかなかグリーンよりちょっと着やすいんでいい感じですね。今ここ上からね、この辺までしか写ってないですけど、前景の写真をこう撮って間に差し込んだりとかするんですが、これ見ていただくとね、お分かりのように、だいたいこうパッチポケットというか4つついてるんですね。このポケットもでかくてね、もう本当にちっちゃめのカメラぐらいだったら平気で入っちゃったりとか、結構便利ですね。こんな腕も太いし、その分動きやすいんで、僕はもうこのブカついてるダボっとしたアメリカのこの感じが好きなんですけどね。よく見てください、このポケットが4つあるこういうスタイル。このエポレットはないにしてもね、検証はなくしても、今ね結構メンズのファッションのジャケットでよくフードついた N3B っていうモデルにもう準じたやつとか、これなんかもよく作られてます。これのもっとシャープに細くして、おしゃれな感じになったやつっていうのが巷に結構ねあったりしてるんで、それの原型になってる、MA1 なんかもそうですけど、軍のものが原型になって未だに商品化されてるっていうものの一つに、ブラックの、色なんか特によく使われてるんですが、この M65 が源流になってできてるっていう商品なんかも結構あります。これが未だに生き続けるね、このアイデンティティがあるっていうところなのかなっていうところで、このジャケットに敬意を表したいところでもあります。はい、それでは編集できるという利点を利用して、僕の M65 の好きなところをいくつか紹介していきたいと思います。ベテランの方というか馴染みのある方はそんなの知ってるよってことかもしれないんですけど、まだそういう、そうなんだって知ってくれる人のためにちょっと話させていただきますね。ガバッとこうジャケット着ます。もうそうするとね、ここの襟が立ってて後頭部まで首元あったかいです。でさらにはこれ全部ジッパー閉めて、ここにベルクロついてるんで、これをピッと止めて、顎までこうちょっと襟が立体的になってるんで、
顎まで入るんですよ。で、防寒性もかなり高い。まああとこうフードとか外付けで付けられるのもあるんですけど、僕は別にそれなくてもいいかなと思うんですよね。邪魔じゃなくてすっきりしてるし。でこの次に襟の後ろジッパーついてます。このジッパー開けると中からシンプルながらねフード出てくるんですよ。でこのフードで、ね、結構あるとないとじゃねこう大違い。多少の雨だったらやっぱ効果絶大です。でこうジッパー開けて出すんですけど、ここ中に雨入り込まないようにね、ここねちょっとねゴムになってて、伸ばせるし、こう水入んないようにオーバーハングしてペロってなってるんですよ。まあこれがまたここに収まってるっていうのこれも素晴らしいところです。そして内側を見ていくと、ここにドローコードつってね、ウエストのとこキュッと締められるんですけど、下からの風の巻き込みとかもちょっと防げるし、この紐があるかないかでもやっぱ大きな違いね。ドローコードをちょうどウエストのあたりにあります。そしてこのボタン、ボタンはキルティングのあったかいライナーをつけるためのボタンなんですね、うん、これで取り付もうライナー取り付けるとね、冬場でも効果絶大、うん、いつも冬場着るときはそういう風にしてるし、ちょっと余裕のあるサイズを、まあ、ライナーつけてもちょうどいいぐらいな感じでオーバーサイズで着たりとかもしてますね。でまあこの構造自体、表地の中にこのペラッとした裏地が下が止めてないで ついてるんですけど、これがねやっぱね効果大きいんですよ。あの僕テント張ったりとかそんなしないですけど、テントの外側の雨とかを避ける部分と中のこうまあテントっていうの外側のシェルみたいな感じと、そういう効果がありますね、うん、これがね、うん、あるだけでも全然もう本体だけでもあったかいんですけどね。で表地は 50% のコットン 50% ナイロンの混紡なんですね、アルファのこの時代のやつっていうのが。だから撥水性も結構あるしね、それはあるし、この構造も相まって非常にあったかい。これはねすごく優れている点でございますね。はい、なんか急に肌着のようになりましたが、これが M65 のあったかいって言ってた別体で取り付けるライナーです。大半がねこのグリーンのものがほとんどですね、今まで僕も見てたのが。でこれ普通ねライナーって言うとね、もう身頃だけベストの形状で、あのチョッキみたいなのが体温めるっていうのが多いんですけど、 M65 に関して言うと、もうこう袖まで全部あって、袖にこのボタンでね止めるんですよ。だもうすごい暖かい。そしてちゃんとこういうところも熱を逃がすように脇の下が空いてる、うん、こんな優れたライナーがつくんで冬場手放せなくなります。でまあグリーンしかほとんど見たことがなかったんですけど、若い頃、まあ黒いライナーなんかもあってね、黒のライニングだとかだと、ブラックのさっきの M65 だとかネイビーとかにつけるとなかなか色も締まってていい感じです、はい、でさらにね珍しいもんではカモフラージュのライナーを見つけました。それも実際着てるやつの一つにつけてるんですが、こんな変わり種っていうのも見つけたことがあります。はい、そして今回ですね、もう一つ M65 について話したかったエピソードがあります。ちょっと驚いたことがあったんですけど、ある日ですね街の中でこのライナーを着て歩いてる人がいたんですよ。でいやいやいや、あなたそれは M65 のライナーで外側に着るものじゃないですよって思って教えたくなっちゃうようなこう驚きだったんですけど、よくよく見てみるとそのジャケットこう前がジッパーで止まるようになってたんです。それでちゃんとここの袖にもリブがついてまして、さらにはここにパッチポケットというかポケットついてたんですよ。でだけどこれはね何だろうと思ったら、
この M65 のライナーをキルティングのジャケットとして、これをもう襟とかはこんな感じなんですよ、まさにそのまんま。それでポケットつけて止まるようにして一つの商品になってたんですね、調べてみると。いやそれはちょっとやっつけというか発想がイージーなんじゃねえかなと思ったんですけど、案外長い期間というかね、まあ、これを撮ってる今でも、こんなようなものがもうグリーンのペロンとしたジャケットスタンダードになっちゃってますよね。だけどね、それも実はこの M65 のライナーというこのパーツがあって出てきた副産物なんですよ。それがね結構驚きでしたね。はい、というわけで今回も M65 のお話しさせてもらいましたが、そんなこんないろいろ現代にまで影響を与えているというこの偉大なジャケット、うん、やっぱり今年も登場回数多いかなと思っております。いつもこればっか着てるのかなそんな感じになってます。はい、また次回のお話を楽しみに待っていてください。それではさよなら。